どう？ありがとうございます。はい、ということでね、特に意味はないんですけれども、2月になりましたんで、2月のポイントみたいな動画を撮ろうかなと思ったんですが、2月はもう受験生にしても、受験生じゃない方にしても、割とやるべきことがはっきりしてると思うんです。テストもあったりするんでね、中間期末があればそれに向けてってことになるだろうし、受験はもう直前だったりするから。で、受験が終わった方向けには先週取ったし。なので、どうしようかなと思った時に、最近生放送でめちゃくちゃ多いリクエスト。ね、これについて、このテーマで喋っていこうと思います。定期的にね、この活を入れてくれっていうのが、メールだったり、コメント欄だったり、生放送のチャットもね、最近多いんですけど、いただくわけですよ。で、ただですね、私あんまりこう活を入れるのが得意じゃなくて、厳しい言葉で、わーいっていうのがあんま得意じゃないんです。得意じゃないっていうか、塾講師やってる時は割とやってましたけど、でもそれはアフターフォローがセットでできるんですよ。これを伝えて、これを伝えてっていう、その、ちゃんとね、結局喋るんだったら伝わらなかったら意味がないから、お互いにとってメリットがないから、だからそれも含めて喋ってるんだけど、YouTube 一方通行だからさ、だからね、違った風に受け取らせてしまったら申し訳ないしっていうので、あんま得意じゃないなって思ってるんですけども、今回はみんなにね、ちゃんとやれよみたいな話をするってよりも、なんで俺こうやって頑張れてんのかっていう、で、俺もダラダラしたいし、自分に甘いから、サボりたい時もあるんですけど、それをどうやって奮起させてるのかっていうのを、こういう思いがあるっていう、それの勉強も絡みつつね、ちょっと話せていけたらなと思っております。YouTube も9年目ですし、動画もね、3500本ぐらいなのかな、一人でずっと撮り続けてきてて、よく続けられますねみたいなことが言われるんです。で、いろいろ理由があるんだけど、まず1個としてはね、すごく大きな節目だったのは、俺19歳の時にちょっと大きな病気をしていて、もう一生治らないんですよ。そう、その病気を抱えてて、でその当時の、お医者さんが割とね、ズバズバ言う若い先生で、そのあなたはって、こういう病気だから、そんな今あれだよ、めちゃくちゃ深刻とかじゃないんだよ、でないんだけど、一応完治がする病気ではないので、社会人として働ける期間が短くなる可能性はあるからねとか、急に容態が変、なんかガッて変わってしまって、急にもう例えば働けなかったりとかする、そういう環境になりうる体だからねみたいな。可能性は全然低いんだよ、めちゃくちゃ低いんだけど、可能性はあるよっていうのを言われた時に、いや俺多分ね、それをすごくこう、なんだろうな、ネガティブにというか、例えばこのぐらいの負度っていうか、マイナス要素があるアドバイスだったのに、もうこんなんに受け取ったわけ。あ、俺の人生終わったみたいな、そうって思っちゃったの当時で。正直その時検査入院してて、で荒れ狂ったわけ。仲良かった看護師さんとかにも結構ぶつかっちゃったし、そう、本当すみません、そのことは本当申し訳なかったなんですけど、でも1日か2日いろいろ考えて、落ち着いた時に、どう思ったか、結局ね、最終的にどこに着地したかっていうと、命が有限なんだっていうことを改めて知ったいい機会だったなって思ったの。いや、みんな分かってんじゃん、命はいつか尽きるでしょ。でも学生の時ってさ、あんまりそれ思ってないんだよ、いつかだよねって。今すぐ死ぬわけじゃないみたいな、死にたいっていう願望はね、自分もそうだったけど、そうやって思ってる方もいるかもしれないけど、じゃあ自分の意思で死を選ぶっていうことが選択肢にあったとしても、急に何かの要因でスパッて切られるっていうのはあんま想像してなくって、なんか有限なのは分かってるのに、どっかで無限みたいなふうに思ってたの、時間とかも。でもそうじゃねえって犬を叩きつけられたから、その時からいつ死ぬか分かんないから、自分もだから精一杯生きるっていうのはちょっと難しいんだけれども、一日一日あんまり後悔がしない生き方したいなって思ったんです。それで、自分は一応教育ってやりたいものは決まってたから、じゃあ教育で何ができるん、そういうことを突き詰めて、一応今があるのね。それが一応そのもう方針として決まってるから、ずっと走り続けてこれたっていうのは一応自分の中ではあるわけ。あとは昔動画で話したこともあるけれども、女の子の高校生のね、うちのユーザーだった、俺が全然本当認知とか全然ない頃から応援してくれてた、でオフ会とかでも会ったことあった、子がね、病気で亡くなったんよ。16歳だったかな、高校生の時に亡くなってしまって、でその亡くなるまでの本当余命が決まってて、で DM もいっぱいやり取りさせてもらって、その間に。ですごく明るい子だったんよ。自分の前 DM とかでもすごいこう、頑張って頑張ってって言ってくれる。もう、なんだろう、自分が本当にそういう立場に置かれているのに、それを感じさせないぐらいにいつもエネルギーをもらってたんよ。
でもやっぱある日その人には感情の波があるから、多分ちょっと落ち込んだ時だったんだよね。先生ってなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのかなみたいなことを言った時にね、行きたいってね、できれば長く生きてって言ってたから、やっぱそれは今でも忘れられないよ。でその子だけじゃないんだよね、実は他の子もそういうエピソードがあってこんだけ長くやってるから。あとは今だったら最近ちょっと仲良くさせてもらってるね、あるパラリンピックを目指してる選手がいらっしゃるんよ。でその子は、その子も女の子なんだけど、あの元々バドミントンで本当にもう代表に選ばれるような活躍をされてた人だったのね。でもある日病気で車椅子生活になってしまって、あバドミントンっていうものにずっと人生かけて打ち込んでたのに、それを急に断たれたんよ。そうでもそっから奮起して、今バドミントンではないんだけれど違う競技で元パラリンピックに出れるんじゃないかっていうポジションまで来てるわけ。そう毎日痛みと戦いながらね、そういうの話を聞いた時に、なんかそういうさ人の話を聞いて奮起するのはもしかしたらちょっと良くないのかもしれないと思ってる。そう思ってる自分どっかでいるけど、でもやっぱ自分が今こうやって動けるわけじゃん、みんなの前でこうやって喋ることができるわけ、まだだったらやっぱりやれることはやっておきたいなって思うよ。そうそれはさ、みんなにね、だってこういうね人がいるからみんな頑張れよって、みんな健康じゃんって、それはなんか違うと思ってて、別にそれを感じてほしいってわけじゃないないんだけど、でもみんなは体も今動かせるし、頭を使うこともできるし、喋ることもできるし、勉強することもできるわけで、正直勉強ね、今勉強してるじゃん。例えば中学生だったらさ、例えば関数とかさ、因数分解とかやってるわけよ、ね、歴史上の人物覚えたりとか、それが将来何の役に立つんって思うかもしんないよね。正直言うわ、正直今その義務教育の中で勉強したことの9割方はね、使わん、因数分解が使わんよ、時期来てて。そうなんでやるのそんなことって思うかもしんないよね。そうでも自分の中で思っている勉強の価値ねって思ってるのは、やっぱり基本的にやりたくないなって、まあ辛いから勉強って辛い面が大きいからさ、だけどそういったものにや、まあ、向き合ってやっていって、まあ、いろんな工夫をするわけじゃん。できればさ効率よく勉強したいでしょ。でもその効率の良さっていうのは自分で見つけるしかないわけで、そうやって工夫してやりたくねえなと思ってるもので工夫して結果を出すっていう、そのこと、その事実が、まあ、それはねめちゃくちゃ将来の糧になる。みんなが、まあ、進学していた先でもそうだし、いつか就職した先でもそうだと思う。そう役に立つんだよ、そういった意味で。つまり勉強してる内容、もちろん内容の中でも役に立つものあるよ。俺は歴史上の人物とか因数分解を知ってることによって人生何かをね、新しいものと出会った時に自分が今まで勉強してきた知識があるから見える側面が多かったり、多面的に見れるってことはあるので、知識はあって損はない絶対にと思ってるけれどもね。ただやっぱりどっちかというとその知識云々よりはそのやってきた過程の部分、いいかな、そこにものすごい価値があると思ってる。だからまあちょっと話がそれちゃったんだけど、みんなは今そうやって勉強ができる環境にあるんだったら、でそれでね、他にね、例えばスポーツと打ち込みたい、私もスポーツをやる時間がもうもったいないから勉強もいいって思うんだったら、それはいいと思うんだよ。打ち込むことに価値があるから。でも今何かに打ち込むとかができないって、見つかってねえっていうんであれば、ぜひ今目の前にある勉強を自分でうまく工夫して考えて、もうトライアンドエラーよ、いっぱい失敗して構わんから、いっぱいしながら失敗しながら自分の成功体験を積み重ねていくことで、それが大きな自信になる。もうずっと生きていくんだよ、その自信が。何十年経ってもあの時頑張ってよかったなって。俺ね、まあ、来月で36歳になるんで、約36年間生きてきて、まあ、それなりにいろんな人に出会ってきたわけ。でもね、勉強しとけばよかったっていう人はたくさん出会うんだけど、もうあんなに勉強しなきゃよかったっていう人は俺は出会ったことないんだよね、基本的に。そうだからやっぱりやって損するものではないと思う。もう話があっち行ったりこっち行ったりしてね、もう話が全然まとまってねえよなって、すいません、感じながら喋ってます。そこは申し訳ない、ね、最後までちょっとまとまんない感じで終わっちゃうんですけど、やる気が出ない時もあるでしょうね。で特に受験生なんかもめちゃくちゃ不安でしょう、きっと。不安と焦りがもあっても、そのせいでもうどうしようかできないよっていう方もいると思うんですけど、じゃあやる気が出ない時にどうやったらやる気出せるんて、それを見つけるしかないんだって。人に教えてもらうんじゃないんだよ、まあ、ヒントは教えてもらってもいいかもしれんけど、最終的に見つけるのは自分で、人から聞いたものをアレンジして工夫して変えてって、自己流のものを作っていかなきゃ。不安やり焦りがこうね、うわーってもう負荷がかかって、うわーってなってる時に、その中でもどうやって切り開いていくか、その経験をしておいたら
みんなこの人生先、まあ長いからね、俺より長いわけよ、みんなの人生の方が。この先の人生で例えばやる気が出ないタイミングとか、もう焦りとか不安とか、もうもっと大きなプレッシャー、例えば今みんなが、まあ、人生の岐路だからね、大きなプレッシャーかかるけども、じゃあ会社に入ってもうあるプレゼンを任されましたと、あの、ね、企業と他の会社の人の前でこう説明するわけよ。それを失敗したらものすごい損益が出るとね、もうまずいことになる、会社にとって、もう会社にとってのダメージを負う、どうしようって、今以上のプレッシャーを浴びる瞬間が来る可能性っていっぱいあるんだよ。その時にもう諦める、そのわけにいかないでしょ。だから今このタイミングでもうこうなってる時に、でもどう考えたら前に進めるのかなっていうのを、さっきと同じヒントはもらっていい、でもヒントはもらったとしてもそれは答えにはならないから、自分流にアレンジして、もトライアンドエラーでチャレンジして、で切り開いていってください。で特に受験生に関しては終わった後、全てが終わった後だよ、もう最後の試験が終わって、終わりって終了って言われた時にもうめちゃくちゃ開放感に味わえるから、まあ、もちろんね、それがね、その後結果があるからさ、そこの不安はつきまとうと思うけど、でも、はあ、終わったって、長い長いマラソンを走り切ったっていう風に感じるから、そこまで頑張ろう、ここまで何ヶ月って頑張ってきたものをここで終わらせちゃダメだよ、不安とかに負けるな、頑張れ最後っていうことしか言えないんだけれども、心から応援しておりますので、ぜひ頑張ってください。自分もね、できること頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。ということで、以上、ハイチでした。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。